かな、どうなんだろう、ちょっともう一回話すかな。あら、おはようございます。元バンディット400V です。2019年1月5日土曜日7時46分です。今回もチャウ、今年最初の元ブログも張り切ってやっていきましょう。実は2回目もしかすると今までずっと喋ってきたんですが、なんかカメラの操作間違ったかもしれなくて撮れてないかもしれないということで、同じことを喋るんですけども、始めます。寒いです。先週も寒かったんですが同じぐらい寒いですね。で、先週は1時間半走った後に、もう手足が寒くて冷たくてしょうがなかったんで家帰って、お湯で、温めました。で、何でしょう、あまりにも寒かったせいか、こう電気が走るっていうんですかね、こうじりじりするような、痛みでしたね。なんて言うんでしょう、普通の感覚に戻るまで結構時間かかりました。そのぐらい寒かったです。はい。で、今若者に流行ってるのが、TikTok っていうのがなんかすごく流行ってると。まあ短い動画をこう簡単にアップロードできるよう、投稿できるようなもので、中国の会社がやってるのかな。なんかダンス、音楽に合わせて、ダンスしたりするような動画がなんかいっぱい上がってるそうです。昔バインっていう、6秒の動画 を投稿するサービスありましたけども、それにちょっと似てるのかな。まあ、場合はもうサービス、サービスやめるっていうか、やめたっていうか、新規にはもう動画投稿できなくなって、昔のものは確かまだ見れると思うんですけども、あれもなんかすごく流行ったんですけども、あっという間になんか終わっちゃった感があります。まあ、TikTok も、この先どこまで、今のサービス続けてくれるかはわからないんですけども、まあまあせっかくあるんで、うまく使っていけばいいのかなと思います。見えますでしょうか、なんか飲み物パレードっていう全国統一商標、川崎飲料株式会社って書いてますけども、これなんか有名なんでしょうかね、パレード。はい。で、今回のお話、もう一個言うの忘れた。アクションカメラのバッテリーなんですが、長く使ってるとこう充電しても電気たくさんこうなんだ貯めることができなくって、録画時間がすごく短くなっちゃいました。40分ぐらいかな。まあ、買った当初は1時間以上変えたんですけども、まあそういうことで、
バッテリー交換してます。ただ純正品高いんで、交換品を使ってます。それでカメラ壊れてもメーカー保証っていうか多分修理受け付けてくれないんで自己責任になっちゃいますけども、今のところは特に問題ないですかね。どっかで開封動画をアップします。今週の水曜日かもしれないし、来週以降の水曜日かもしれないんですけども、そういう動画も、紹介動画、開封動画撮ってるんで、後から。入れようかなと。で、今回のお話は、RPA について話したい。ロボティックプロセスオートメーションっていう言葉の略ですね。RPA。なんて言うんでしょう。定型的な仕事を機械って言ってもなんだろう、製造ロボットみたいな、ああいう腕がついてたり、ああいうロボットじゃないんですけども、ソフト的に自動化しましょうというような、ものですね。なんだろう、こっちのデータのこの部分とこっちのデータのこの部分を例えば足すとか、演算して、あるいは演算しなくても Excel のここにそれをこう入れるとかですね、なんかそういうあんまり難しい判断しないで、できるような仕事を、自動化して、人間はその人間じゃなきゃできないような、生産性の高いじゃなくて生産性を上げていきましょうと、なんかそういうものなんですけども、それは別に、それをうまく使えばいいと思うんですけども、なんて言うんでしょう、この人がやるから、例えばこう やり方をこう変えてみるとか、そもそもその仕事って本当にいるんだっけみたいな、改善とか、そういうものって RPA になっちゃうと、なんかそこはもう、人の目が届かない部分になっちゃって、置き去りにされるんじゃないかなっていうような感じがちょっとしてます。なんか言ってることはわかるかな、わかんない。なんか話が、中途半端になってしまいましたけども、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。